さてと時刻はこれ午後8時、20時ってことでね、まあね、これ富田林、富田林にとりあえず一晩着きました。まだね、フリップ見るのやな、もう一後の寝てでもいいんですよね。で、なんでこんなところに置いたかというと、この後のことを考えてなんですけど、ここは一応フラップ、反転フラップなんですね。あんな感じでね、今回宿が決まってないんですよね。で、要はね、宿を探したわけです。ここのやつでわかるかな、阿部の場所行きね、こんな感じでわーってあるわけですけど、まあこれ、ああ、そうか、富田林はね、いろいろと混じってるんでちょっとわかりにくいですけど、要は反転フラップ、あ、フラップじゃない、方向向かに丸のところを取れてる。正しいですね、これ、河内長野の駅だと、この間にある普通列車とかはないんですよね。で、この、20時59分のところか、こいつのところは変わらない。あ、ただ、土日版でまた変わってね、こっちなんですよね。このね、22時59分、この後しか変わらないんですよね。そう。この時にしか変わらない。他の時はね、ずっと行き先方向までずっとしてたんですよね。今度はここを取りたい。ここは取れるんですけどね。そうすると、この阿部の橋行きの普通列車の方向が。で、ほんで、ここで行くとはね、この古市行きに変わる。ところもね、取りたいところなんですけど、そうするとこれ23時59分まで持たないといけないんですよね。平日はこれ22時59分に、古市行きがあるんで、これするとね、後ろにね、三角マークとか書いてありますね。つまり連絡があるんです。ただしですね、こっちのもう23時59分だと連絡がないんですよね。ですから本当に野宿になってしまうと。で、河内長野駅には、残念ながらちょっとね、うまくとは分からない。これ面白いですね。金剛バスですね。で、前回、河内長野駅を降りていろいろと見ました。動画ではね、だいぶ割愛してますけどね、結構実は降りてね、ブラブラ歩いてたんですよ。で、ラキスから分かってることもあるんです。宿はない。満喫とかもね、ないんですよね、原則。だもんでね、その隣の大きい町、といえばやはり富田林だろうと。富田林になんかないかなと。ちょっとね、部屋、宿になりそうなところがあるんだったらそこを押さえといてですね。そうすれば、富田林まででした古行きのその最終列車。乗ってきればいいので、その最後のやつまで移せるということなんですね。そのためにもちょっと、この辺りで探してみようじゃないかというわけなんですね。確かでも、前の週、先輩がね、先輩の実家がこの辺りとは聞いてたら、さすがにね、夜の12時にね、そんなね、面識、ね、私が直接面識のない、先輩の実家にね、行っても仕方ないですからね。さあ、そう、富田林。あ、という意味、富田林はあれですよね。PL で有名ですよね。教団の。実際どんなもんなのか、私も降りたことないですけど、こんな感じだと、あまり宿は期待できなさそうですよね。まあ、一応カラオケ屋さんはあるな。カラオケライブ聞いたことないな。チェーン店だったんで、じゃないのかな。それでちょっと私の連絡もにかかってこれなかったかもしれません。ああ、ここだったら5時ぐらいまで潰せそうなのかな。24時間営業ではないかもしれませんけど。まあ、週末はね、2時まで営業とかじゃなくて、まあ5時ぐらいまでは営業すると思いますから。まあ、ただ1名様企業が NG っていう可能性もありますからね。これはちょっとなんともわかんないです。で、とりあえず、富田林の西口でしたっけ？あそこら辺までちょっと探してみましょうか。ね。で、なんかあったら、そこを押さえる予定で行きたいと思います。ここは作業服屋さん。あら。今ちょっと私は作業服に悩まされてますからね。実はね、ちょっとね、まあ、いろんな兼ね合いがあるんですけど、うちの作業服がね、本当にね、ポケとか全然ないんですよね。そうそう。それにね、結構ね、苦労してましてね。っていうのは、自分の働いている会社の規定で、胸ポケットは NG なんですよ。胸ポケットはダメ、あるのはダメですよ。ですから、ペンとかさせないんですよね。代わりに、ズボンに刺しなさいっていうルールなんですよ。ところが、現場は現場で、今度、ズボンのポケットが禁止なんですよ。そうそうそう。ですから、ポケットのないズボンと、ポケットのないポロシャツで、シャツで上着でやってるんで、全くポケットがないんですよね。これね、なかなかね、しんどいんですよ。そうそうそう。あ、ここで入れ違いができるようになってるんですね。あ、好み屋さんがある。好み屋さんって24時間やっとるのかな、ここ。24時間営業の好み屋さんってところもあるんですけどね、ここどうなのかな。まあでもさすがにね、
スーパーでね、夜一晩沸かすっていうのはね、ちょっとマナーとしてどうかと思いますけど。うんうん。で、大阪来るのはやっぱしね、口の中焼き色しとったら飽きませんね。お好み焼き、たこ焼き、焼きそば、キャベツ焼き。やっぱしね、熱々で食べたいものばっかしですよ。まあこれはね、ご当地どこに行っても一緒かもしれませんけどね。大阪はね、まああんまり北の方行かないからかもしれませんけど、南の方に行けば行くほどやっぱね、安くて美味しい店がね、多い気がする。この宮さんは営業時間は夜の10時までか。これではダメだ。何でしょう、今日こんな格好ですからね。これで私夜は越せませんよ。さあ、どうしような。とりあえず、口から出てって。